任天堂ワールドチャンピオンシップスファミコン世界大会。諸事情で1週間ばかし参加が出遅れちゃいましたけども、私も世界に挑戦したいと思います。レッツスタート。時は1980年代後半から90年代初頭、世界各地でファミコン大会が開催されていました。まあ日本で言うならばハドソンのキャラバン大会とかですかね。当時は会場に足を運ぶ必要があり、なかなか参加できなかった方もいらっしゃるでしょう。そこで世界中のプレイヤーが気楽に参加できる現代ならではのファミコン大会を実現しました。さあ今こそ大会に参加しましょう。プロフィールアイコン、お、これはコインを貯めていってどんどん増やしていくタイプみたいですね。どうしましょう。パルテナ USA、 あ、これいいですね。アイスクライマーポポ、あ、ここ欲しいな。これリザルト画面の喜んでる顔のやつですよね。ポポいいな。これにします。キャッチフレーズを選びましょうと言われましても、ファミコンど真ん中世代ですけどもね。どうしよう。任天堂は私が育てた、レトロゲーム集めてます、サムスのファン、ケンコバさんじゃないですかこれは。これにしてみようかな。当時好きだったゲームを選びましょう。ファミコンソフト。わ、すげえ。これ全タイトルあるんじゃないですか。どうしよう。当時好きだったのは、一番最初に買ってもらったファミコンのソフトがスカイキットなんですよね。スカイキットあるかな。スカイキットあった。これにしてみよう。オンライン機能を使います、もちろんです。もう楽しみ。なんとなくファミコンリミックスのイメージがあるんですけどね、このゲームは。タイムアタック、まずはこちらから。分かりました。大会用競技を一人でとことん極めるモードです。フィニッシュ条件を達成するまでタイムが評価されます。はい、とりあえずクリアすればいいんでしょ。スーパーキノコ早取り、これやってましたね、良い子が。ちょっとやってみましょうかね。ちょっと待って、 B ボタンね。と、良い子も悩んでたみたいですけど、クリボーを踏んでそのままハテナブロックを叩けそうな気がするんですけどね。クリボーを踏んでダメかな、そのまま叩けそうな気がするんだけどな。やべ。ちょっと待って、あ、ダメなんだ。クリアするまでダメなんだ。ちょっと待って、だんだん調子悪くなってますよ。ダメか。普通に叩いてみましょうか。まず避けて、あ、これでも A プラス2なんだ。もっと早くいける。キノコを裏側から取ってみましょうか。これ叩くでしょ、こっち側から。あ、ダメだな。でも少し短くなりましたね。いきなり難しいぞ、 S 取るの。あ、ダメだ。じゃあ、あと3回やってみましょうか。あ、ダメだね。どんどん調子悪くなっていく。とりあえずこれでラストです。あ、踏んじゃうともうダメなんですよね。むずい。別の行ってみます。ソード預かり競争、ちょっとざっとやってみましょうかね、全タイトル。海外版だ。ゲイ、あ、え、これで A+2
C++ なの？今どう考えてもこっちから行った方がいいのかな。変わんないよな。あ、無理。短くできる？これ以上。同時に入りましたね。ここなんだな、多分。短くできるのは。よし、行った。今、剣を浅く取りました。オッケーオッケー。初 S ですよ。丸まり早取り競争。これも、浜口さん苦労してたな。最初のジャンプ、いかにスムーズにいけるかって感じでしたね。A ボタンジャンプね。ここ。あ、しまった。そう。そうなんだよな。取りっぱぐれるっていうのもあるんだよな。もうちょっといけそうですね。あ、くそ。取れないか。あと3回やってみましょう。壁に、ああ、意外と取れないもんですね、あの球。毛布ボール。これだと変わんないですよね。最初に台に乗って、あ、クソ。イライラする。最初台に乗って、次のジャンプをスムーズに早く飛べるかかどうかかな。0.2 秒短くなりましたけどね。難しいなぁ。はしご早登り競争。はしごを一つ登るまでのタイムか。一つでいいの？クリアじゃなくて？オッケー。まあそりゃそうでしょう。バッチゲット。そうか、S を取るとバッチがもらえるわけだ。さあ、こっから私は全然知りませんよ。なんだって？4匹早打ち競争？敵を4匹倒すまでのタイム。はーい。意外と、このヘビは いやらしい動きをするんだよな。あ、しまった！これ、ディスクシステム版だ。このピットの動きは。もう一回。ディスクシステム版のピットはすごい止まりづらいんだよな、一度歩き出すと。ですよね。これは意外と頭使わなきゃダメっぽいですよ。で、乗って、あ、ダメか。今ので、ね、A プラスなんだな。あ、ここ引っかかる。そう、燃えたな。あ、ここを、その、蛇が落っこちるところで、上に向けて撃っちゃった方が早そうだな。あ、ここ引っかかる。なんで？ここ。じゃあ、あと3回やってみましょう。撃つでしょ。あ、あ、ダメだ。逃がしちゃった。あいつ、どこ行くねん。あれ？でも死んじゃうじゃん。あ、新しく来るってことね。ここ。よし。で、ここ。今ちょっと動いちゃったんですよね。上に向けて、ちょうど当たったんですけどね。あ、これで A プラスなの？じゃあもっと違う方法があるってことか。くっそ、悔しい。フリーフォールチャレンジ。USA だ。ドアに入るまでのタイムを競う。これはもうやってましたね。ちょうどあの隙間に、ドアの横の隙間に落ちれればいいんですけどね。
と感覚的なもんだな。あ、乗っちゃうんだよな。乗らなければ S 取るのは簡単そうですけどね。うん、もう一回。このゲームは S ね。俺はスマホ向きな気がするけどな。え、まだ S 取れない。このサクサクっとできる感じがすごいスマホ向きっぽい。あ、くそこれドアに入るのも意外と難しいな。よし、イエーイ、 S 取れました。さっきのパルテナよりははるかに簡単だ。初めてのターボ競争、オリジナルトラックを一周するまでのタイム、やってみましょうか。エキサイトバイク、エキサイトバイクは当時友達に借りてやってましたね。あ、しまった、オーバーヒートだそうか、あ、これだけなんだこのコースは。じゃあまずオーバーヒートしないように、よいしょ。あ、跳ねちゃうとダメですよね。ありがとう。着地の時に跳ねちゃうとタイムロスになりそうですね。あ、ダメか。オーバーヒート、オーバーヒートしちゃうともう話にならない。でもこれは S 取れそうだぞ。で、これギリギリ。あ、ダメだ。ギリギリオーバーヒートに、オーバーヒートにならないぐらいギリギリで止めた方がいいんだよな。多分。意識しすぎも良くないとは思うんですけどね。ここ OK、 レッツゴー。うーん、ラスト、やっぱりターボだ。ターボをいかにギリギリまで使えるかだ。お、いいんじゃないか。短くなってなかったですね、タイム。もっと短くできる。2フロア到達競争。2フロア ?2 段登ればいいってこと？最近アイスクライマー全クリしたばっかりなんで。あ、あ、そこを乗ればいいんだ。しかもこれアーケード版だ。 OK、こう壊して上の段行った方が良さそうですね。それはできないかな。一個の隙間、あ、そう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 。よし、行けた、よかった。次行ってみましょう。バルーンファイト、風船一個早取り競争。風船を一個割るまでのタイム。バルーントリップか。もっと早くできるの？と早く？え、どうやって？あ、いいじゃん。おお、今いいスタートダッシュ切れたな。でもどうやってやったのかよく分かんなかった。スーパーキノコ早取り競争、スーパーマリオブラザーズ3。またキノコか。あ、そこにあるのね。二段目というか、その、ハテナブロックに乗っちゃってってダメかな？その、下をくぐらないで。ここ乗ってってダメだわね。なんかこっちの方が早そうですけどね。あ、くそ。あ、なんかもらった。バッチはちょっと後でゆっくり見させてもらおう。もっと早くできる。下からの方がいいのかな、じゃあ。
あ、遅いよな。よっ。あ、お、ん？あ、遅いのか、さっきより。さっきより遅い。あ、短くなった。じわじわ短くできますね。あとは、もう、こうなったら、敵は己のみだ。さあ、あと3回ちょっとチャレンジしてみましょう。あー、くそ。意外とこういうゲームって、回数を重ねると余計できなくなりますね。あ、わかった。ハテナブロックはダッシュすると、台の上に乗れるぞ。あ、ちょっと待てよ。今のはいい感じだぞ。乗って、まだか。ちょ、ラスト。S いけそうな気がしますけどね。あ、やったねー。おー、すげー。あとはもう、コンマの戦いになってきましたね。さあ、次行ってみましょう。リンクの冒険。魔物3体、早切り。スライムと、槍、ゴブリンが。襲ってくるみたいですね。これ下付きはできないの？わからん。今のじゃダメかな。これで倒して。あ、やったね。やっぱりね。よしよし。すごい簡単だった。つうか、キノコの毒味？毒味？毒キノコに触れるまでのタイム。嫌な競技だな。毒キノコはハテナブロックの真ん中にある。こんなチャレンジしたことないっすよ。あぶね。よし、嫌なチャレンジだけうまいですね。私は星のカービィだ。初めての吸い込み競争。このあれなんですね、参考画面以外にもいろいろやり方はありそうですね。素早く2回で走るか。あ、飛んじゃうとダメなんですよね。これはいかに走れるかだぞ。あれ、なんで？これはいかに。前2回、よし。よし、オッケー。あ、これでおしまいだ、とりあえず。それで、コインは結構溜まったんですね。これで、コインで開封していくっていう感じか。あ、なにこれ、面白そう。地下コイン全取り。どうしようかな。どうやって、どう進めていきましょうかね。オッケー。気持ちいい。すごい気持ちいい。なんか当時を思い出してきましたね。最初自分はファミコン持ってなくて、友達のうちで随分やらせてもらったんですよね。あ、しまった。だからファミコンデビューはすごい遅かったんだよな。うん、え、取り方がなんかありそうですね。遅っ。ダメか。あ、今の感じなんだろうな。ダメか。3回ジャンプ以内で取った方が良さそうだな。うん、1、2、3。ああ、ダメだ。
むず。じゃあ次行ってみましょうか。階段駆け上がり競争。これはできそうな気がするな。でもスタート地点がすごい嫌なところだね。引っかかった。そう、あそこで多分引っかかるんだろうな。よし、オッケー。これはできそうだった。じゃあリンク行ってみます。ゼルダ行ってみます。オクタロック全倒しへ。これもオクタロック自体が痛っランダムに動くから難しいでしょうね。これランダムに動く敵とかのゲームは難しいんだよな。うん、そっか、この飛ばせて、あ、しまった。直で切りに行かない方が早くクリアできそうですけどね。あ、それも難しいね。倒す順番もちゃんとありそうですね。まずこいつを倒して、あ、うーん、難しいな。あ、ダメか。多分倒す順番は今の感じなんでしょうね。1,2,3。うん、さっき遅くなってる。いや、くそ、焦ると余計ダメになるな。じゃあラスト、そう、連続で出ないんですよね、このビームは。難しいね。爆弾穴開け競争。洞窟に入るまでのタイムで入るか。敵に食らって上、いて、あ、開かない。あ、ここじゃないと、もうしっかりその前に設置しないとダメなんだ、爆弾は。いて、うん、 A プラス。敵に食らっちゃうとダメかな。これ上から飛び降りてくるんですよね、あいつが。2体敵を倒してからの方がいいでしょ。遅くなってるな。こいつ、いけ。これ以上短くできる自信がない。あ、始めた。あ、開いた。でも穴は開くな、ちょっとずれても。いて、爆弾設置して、それでもう、あ、これでな、こいつにやられちゃうんだよな。えい、おお100回競技に挑戦した。ちょっともう一回やってみようか。敵を倒してちゃダメかね。いてもうダメだ。もうええわ。悔しい。めちゃめちゃ悔しい。敵2匹早打ち競争。あ、上にいるやつね。こんなもんは簡単なんじゃないですか。弾短っ。ジャンプして倒した方がいいのかな。これで、うん、2体目も早くできそうだな。ダメか。降りちゃうとすぐ上に撃つのは難しくなっちゃいますね。
どうしたらいい？で、じわじわ短くなってますね、タイムが。ダメなんですよね。そのサムスさんが降りてる間に上に向かって打ちたいんですけど、それはできないんだよな。ちょ、ラスト。いてダメだ。あ、今の感じ良くない？ちょっと待てよ。こっから当てられたぞ。あ、やったね。あ、そういう感じなんだ。なるほど。ちょっとした技を発見しないとダメなパターンが多そうですね、このゲームは。ボム早取り競争。あ、まずミサイルでね。5発で、撃って取る。ジャンプしないと取れないのかな。ミサイル、マイナスボタン。OK！あ、やっぱりジャンプしないと取れないんだ。これは意外と簡単そうだぞ。よいしょ。OK！ よし。やっぱりね。さあ、ドンキーコング。ハンマー早取り競争。つまり、あそこまで、あ、でも、2段目まで登ってか。取ればいいんでしょ、とりあえず。来たよ、炎が。よいしょ、ジャンプ。オッケー、簡単。次行ってみます。一面クリア競争。一面ぐらいはクリアできますよ、私は。たかがドンキーコング。ドンキーコングのアーケード版って見たことないですね。あんまり当時も設置してあるの見たことないんだよな。一番アーケードゲームで初めて見たのは魔界村なんですけどね。スーパーに置いてあった。あ、S 取れた。やったね。簡単。パルテナの鏡。壺全割り競争。あ、これ難しそう。これは壊す順が重要そうですね。真ん中はあれだな、右のを全部壊したら真ん中壊した方が良さそうだけどな。どっから壊す？こっから壊してみようかな。やべ、すげえやりづらいこのピットの動き。あ、そうなんだ。え、真ん中を最後に割るんだ。知らんがな、それは。そんなルールが書いてあった？よっ。あ、なるほど。最後の壺は、上から落ちてくる最中に割った方が良さそうですね。よし、 A プラス。いや、もっと早くいけるはずだ。打ち損じが多いな。これ届かないですね。これここまで近づかないと届かないですね。いや、いけるいける。絶対エースいけると思う。そうなんだ。アイテム取っちゃダメなんだ。もう、ちょっと独自のルール、貸さないでくださいよ。アイテムは取っちゃダメなのね。よいしょ。えい！あ、随分でも短くなったぞ。どこだろう。それで、どこを短くするかでしょうね。
ますもん。じゃあラスト、あの隣のもうダメだ、隣の今し方の自分の動きがすごい気になってきちゃう。いやこれはちょっといけそうですけどね。温泉早上がり競争いやそこはゆっくりと使っててくださいよ。体力全回復してから部屋を出るまで。体力全回復、えい、あ、してない？うん、よかった。え、これでも A++ なの？もうちょっとこっちにいようか。あ、ダメだよな。ちょっとね、画面が、モニターが小さいので、小さいモニターでやってるのでちょっと見づらいけどな。してないよね。こっち側にいた方がいいのかね。えい、あ、やった、よし、取れるのはサクッと取れますね。野菜一本抜き競争、野菜を一本引き抜くまでのタイム。え、そんなの簡単じゃん何それこれ以上短くなりようがなさそうだけどね。ちょっともう一回やってみる。あ、短くなるんだ、すごい。キノコ早取り、あ、これは難しそうだ。うん、入ってキノコがあるから抜くというか持ち上げる。で、部屋が変わった途端にジャンプでもうキノコの上に乗っちゃった方が良さそうですね。ああ、乗れない。そう、そこで乗れれば早いと思うんだよな。これもいけそうだぞどこ投げとんねん遠くに薬を伸ばし、遠くに薬を飛ばして、あ、よしよし、あ、こういうパターンが良さそうだと思った。確かにエキサイトバイクちょっと苦手だな。トラック1タイムトライアル、トラックを一周するまでのタイム、さっきと一緒か。ただコースがどうなってるのか。着地の時にバウンドしないようには必須ですね。行ってみる？さ？よし。ここ、ここ難しそうだ。よいしょ、よ、いいね、いいのかどうか分かりませんけどお、あ、 S 取れた、嘘、今のでいいの？ S 行くとは思わなかった。あ、また、だ、今度はちょっと難しくなるコースっぽいですよ。あ、ここね、行ってみよう。よいしょ、よいしょ、お、いいぞ、すごいオーバーヒート音が何とも言えない恐怖を誘う。あ、しまったよっ、このオーバーヒート音聞いてキリンの川島さんが
お兄ちゃんにテレビ爆発するって言われたらしいですね。これマックスまでオーバーヒートさせたら、それが怖くてなかなか B ボタン押せなかったって書いてあったな。あーしまった、あーダメだな、もうこれ、あ、ちょっと待って、違う違う、これ途中でやり直ししたいな。やり直しするのは ZL と ZR 同時押しなんだ。で乗って、ここだ、よし、あ、それ乗れないとダメですね。危ねあ、やべえ、オーバーヒート。ちょ、もう一回ラスト、よっ。このゲームは、そうなんだろう、世に、このゲームは当時の少年だったお父さんたちが自分の子供に自慢できそうなソフトですね。30代後半か40代か、その世代がすごいうまそうな気がする。この挑戦たちは、この挑戦は5階フロアか、5階ね、行ってみましょうか。これもちょっと難しそうだな。2個開けちゃうと遅くなっちゃいますよね。やっぱり1つ穴で登っていかないと。あ、でも S 取れたけどね。もっと早くできるはずだ。全部1つの穴で登ってこれたら相当早いだろうな。あ、難しいぞこれ。ボーナスステージに到着するまでか。何気にアーケード版なんだよな、このアイスクライマー。よっ、オッケー。さすがアイコンがポポなだけにアイスクライマーはうまいぞ。バルーンファイトステージ1最速クリア。まずそうっすね、2匹できれば倒しちゃいたいな、その浮かばせる前に。なんだったら3匹いけそうな気がするけどな。よし、3匹一気に倒せそうな気もする。風船3個早取り競争、またバルーントリップ。これは位置を覚えないとダメだな。最初の3つを取った方がいいのか。1個取ったら下を取りましょうかね。1個取ったら下取って、あべさっきみたいにスタートダッシュが結構重要そうだぞ。ああ、わかった、2個目も意外と、で取るか取らないかぐらいでもう浮かんじゃった方が良さそうだな。お、いいスタートダッシュだ。でいける、うん、すげえ短くなったけどまだ短くできる。でよし、いいぞ今のはすげえ良かったんだけどな。2個目まではすごい良かった。えい、なんかいいスタートダッシュできるようになりましたね。あ、ちょっと遅かったな、これじゃ遅いんだよな、さっきより遅いか。あ、これじゃ遅いね。苦戦するゲームは苦戦するんですよね。ここくそ、ここ
あ、遅いか、さっきより。なんで？あ、ダメだ、さっきより遅いな。ちょっとラスト、どこなんだろう。お、いいよ。あ、ダメだ。難しいな。あの最速の自分のベストプレーを見てもスタートダッシュはそんなに速くなってないですね。あ、やった、取れた。でも何が速かったのか分かんないあといくつなんだっけ。あと4つか。とりあえず3つずつやってみましょうかね。地下コイン全取り競争。連打でゆっくり行こうか。うん、もっといける。これも少しイライラゲームっぽいなあ、今の良さそうだったな。あ、これじゃダメなんだよな。ちょっと考え出すとうまくいかないですね。取り方というか残し方だな。左端のコインは最後に取った方が良さそうだけど、それに連打でゆっくり降下しなくても良さそう。それだったらすごい速そうだぞ。いけそうだ、いけそうな気がする。あ、こいつはダメかイライラする、すごいイライラする。一回空中でゆっくり飛んじゃうとなかなかね下に降りれないんですけどね。それがタイムロスなんだよな。あー、ダメだ、気力がなくなってきた。ダメかな、この取り方。ダメかちょ、ラスト。お、あ、やった、よし。今のは空中で浮かびませんでした。やっぱりそっちの方が早いよな。スーパーコノハ早取り競争。スーパーコノハはどこにあるんでしょうか。あ、そこにあるんだ。 OK、 分かった。これジャンプで坂を飛んで飛んで行った方が速そう、なんとなく。これはいけそうな気がしますね。飛んで、あ、なるほど、分かった。そこのクリボーは滑って倒そう。滑って、あれ、これ滑れなかったっけ。だよな、これで倒しましょう。そっちの方が早いと思うんだけど。あ、踏んじゃった方がいいのか。なるほど、頂点から降りてきてそのまま、そのまま踏めるわけね。で、踏んで、うん、まだ早くできる。やられちゃうとダメなんだよな。あ、これじゃダメですね。あー、引っかかった。あ、ダメか考え出すとダメになる。これだともう一緒ですもんね。なんか違う方法があるんだろうな。
だともう一緒だもんな。じゃあどうすればいい？ここ乗ってもう踏まないで、あ、ちょっと速くなった。クリボーは踏まない方がいいか。なんだったらジャンプの2つ目でもう土管の上に乗りたいですけどね。あ、ダメだ。じゃあラスト、こういうこと一緒なんですよね。次どうしよう。リンクの冒険、初めてのレベルアップ競争。宝袋を取ってレベルアップするまで真正面進んでいけばいいってこと？さあ、あれ？で、レベルアップね。ちょっと待てよ。レベルアップはプラスか。直で袋を切って、あ、違う違う。でプラスね。きあれ、なんで？おかしいおかしい。切ってプラス、プラスボタン連打しちゃうとダメですね。切ってプラス、 OK、 これは簡単だった。次いってみます。妖精捕まえ。嫌な競技だな。妖精ね、触れるまでのタイム、え、そのままジャンプしちゃダメなの？こっからじゃ届かない。うん、あれ、なんで？意外とギリジャンしないと届きませんね。あ、これじゃダメなんだよな。その、あ、よし。若干ですか、若干ですが、助走がいるね。その木の上に乗った後に。そうじゃないと、ジャンプで届かない。これじゃダメなんだよな。ギリじゃないとダメなんだよな。乗って、おい、もっとギリだ。これじゃダメか。ちょっと待ってよ、コツがわからない。これじゃ遅いよな。これじゃ遅いですよね。遅いというか触れてもないもんな。遅いか、全然遅いっすね。あ、もう考え出した、もう考え出してきちゃったから、それだともうダメですね。あ、さっきと一緒だ。パタパタ早踏み競争、パタパタを踏むまでのタイム。しかもルイージだよ。あ、これ難しいぞ。難しいけど、うん、もっと早くできそうだ。もっといけそうですね。あ、ダメだ。よし、やった。今お城のちょうど角っこからジャンプを心がけたらうまくいった。スーパーキノコ早取り競争に、あそこの、あ、これじゃダメなんだよな。一
発目で叩いてですよね。えい、あーダメだ。あ、よし、そこで無限アップよくしましたけどね。そこの無限アップは意図したものなんですかね、それとも本当に偶然誰かが発見したのかな。初めての空飛び競争、さあ残り2つです。扉に入るまでのタイムを競う。 USA と一緒ですね。カービィの場合はダッシュのこのカービィの場合はダッシュができるか否かでタイムが変わりそう。え、これどうやっていけばいい？で、敵はどうしよう。敵避けづらいなぁ。あ、くそ。吸っちゃうっつってもダメですね。吸っちゃうと相当タイムロスだな。え、ちょっと待って。ちょっと待ってよ。参考の映像を見ましょうか。果たして早いのか、これは。吸っちゃった方がいいのかね。跳ねちゃうんすよね、あの台から降りた時に。跳ねちゃうから、あ、遅いよな、どう考えても遅いですよね。あ、これはどうだ。ダッシュして、で、ここで飛んで、うん、なんかこれは速そう。最初ダッシュできなきゃ難しいですね。あ、遅くなった。むずい、すごい難しい、難しくなってくる。え、意外と早いな自分。お、いいぞ。あ、くそ。今早く息を吐ければ S 取れた気がする。よし、いった、気持ちいい、すごい気持ちいい。さあラストです。ここは絶対 S 取りたいな。最強コピー競争、敵の特技をコピーするまでのタイム。ジャンプして吸えばいい。ジャンプして吸って下ボタンね。なんだそりゃ。ジャンプする必要ないじゃないですか。じゃあとりあえずこんな感じで終わりましたね。お、今大会の競技はこちらだって。これはもう本当に一気に5作品をやっていくチャレンジ、これやってみようか。世界ランキング大会、これは一発勝負なんですかね。参加する。あ、違うんだ、一個ずつやっていくんだ。ちょっとやってみる。あ、ありがとうありがとう。いや、失敗した。すごい、参加人数3万人もいる。
でどれぐらいなんですか、世界的には。あ、結果はまだなんだ。結果は29日なんだ。これ何回も挑戦できるんですよね。地下コインか。これは苦手だな。取り逃した。これじゃ恥ずかしいっす。とりあえずこれで送信してみましょうか。これは知らないぞ。ライネル討伐競争。ライネルを倒すまでのタイム。結構端っこにいるからあそこまで行かなきゃいけないんだよな。硬い。めっちゃ硬い。5、6発当ててましたね。ここで、あ、ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ここで一発、よし、当たった。あ、よし。お、意外と早いんじゃないですか、これ。右側から、その、ビームで2発ぐらい当てれそうですけどね。一面最速クリアだ。よし、行くぞ。自己ベスト21秒か。クイック。あ、やべえ。ちょっと待って。ボタンを間違えました。これ、はしごを登りきっていかに早く動けるかだな。よっ。よっこらしょっと。できれば自己ベスト更新したい。あ、早くなった。やったね。さあ、ラスト。冥府界1-1最速クリア競争。ボタンがなんだっけ？ A ボタンジャンプね。敵はあんまり倒していかない方が良さそうな気もするけどな。途中で死んじゃ元も子もないですけどね。すごいな、声援が。いて。逆側の方が早かったか？邪魔だババア。やばい、死なないのにね。あっ、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 あ、よし。なんとか逃げおおせましたよ。ちょ、死なないようにね。危ない。おぎゃまずい。なあ。もうダメだな、これ。ちょっと。もう動けない。何もできない、もう。あ、ダメか。2発当てなきゃダメなんだ。ええー、無理。A。これで A をくれるんですね。さすが優しい任天堂さん。いや、あとはもう、結果発表待ちですよ。すげえ面白い。世界一プレイって何？これ、ちょっと見てみたいですね。え、どんな感じで撮ってるんですかね。これが世界一のプレイですよ。おい何それ、すごい。
逆でジャンプして、あーなるほどね、そうか、背中を向けてクリボーを踏んだ方が左側から取りやすくなるのか、キノコ。へえ、ちょっと後で挑戦したいですね。あ、なんかでもミッションが違うよ、自分がやったのと。ワールド1の1最速クリア。そこ入る？あ、入んないんだ。あ、入っちゃダメなルールなんだ、ボーナスステージは。あとはもう、あとはいけそうだな。で、ここも引っかからないように。おお、すげえ。これはぜひ挑戦したいですね、自分も。面白い。やっぱりこういう、何、みんなで競うゲームはすごい面白いな。さあ、最近はちょっと体調の具合もあって、なかなか他のゲームも進められなかったんですけどね、こういうサクッと遊べるゲームがあれば、息抜きになっていいですよね。お疲れ様でした。